中学校ランチルームの村上です。どうぞよろしくお願いします。皆さん今新型コロナウイルスの脅威の中で生活していますね。このウイルスに抵抗できる治療薬やワクチンがまだ開発中ですから、なおさらです。とにかくウイルスに感染しないように自分自身で身を守ることが大切です。さらにもし自分が感染してしまったというところまで考えておく必要があるのです。それには食事、休養、運動、つまり免疫力を高め病気リスクに備えておくことが大切なんです。そこで私からはこのコロナ禍での栄養アドバイスをしたいと思います。こちらをご覧ください。ズバリ、栄養しっかり低栄養は危険ということです。皆さんダイエットを気にしている人いませんか？実はダイエットで体重を落としているととっても危険です。しっかりエネルギーをとってください。ただし脂質の摂りすぎには注意が必要ですよ。次に良質なタンパク質を毎回毎食食べてください。皆さんの大好きなお肉、卵、とってもいいです。でも魚も積極的にとってもらいたいと思います。実は魚の中にはここにも書いてあるようにビタミン D が入っています。ビタミン D はウイルスをやっつける成分を作る元になっています。またこのようにビタミンの A と C も体の免疫力を高めてくれます。しっかりいろんなものを食べてください。つまり野菜、きのこ、海藻、芋、果物も意識してとって、そうすると食物繊維がたっぷりとれますから腸内の善玉菌を増やすことができます。善玉菌が増えれば腸内が免疫力を持って、生き生きとしてくれますよ。体を守ってくれます。以上まとめると、どんな食事がいいかということは本校のランチルームのスタイルと同じように、主食、主菜、副菜、たっぷりの野菜中心のおかずもとってください。そこに乳製品の牛乳やカルシウム、たっぷりのヨーグルトもとってくださいね。ビフィズス菌や乳酸菌がいっぱい入ってますよ。腸の中を生き生きさせてくれます。それと果物を意外と食べる人が少なくなってきてますが、食物繊維を取るためには果物とっても大切です。こういった食品を組み合わせて食べるっていうことが栄養バランスの基本になってます。あと、和食の食材を積極的にメニューに取り入れてもらいたいと思います。孫は優しいの食材です。皆さん、孫は優しいという食材知ってますか？はい、こちらをご覧ください。まは豆類ですよ。皆さんお豆腐、納豆とか大好きですか？積極的に食べてください。ご、これはごまやナッツ、種実類を指します。わはわかめのわ、海藻類を指しますよ。やは野菜です。先ほども申し上げた通り、しっかり1日 350g 以上が基本です。さは魚です。魚にはビタミン D も入っているというお話をしましたね。積極的に食べましょう。しは椎茸のし、きのこ類を指します。はい、最後にいですけども、こちらは芋類のいです。さつまいも、じゃがいもにはビタミン C がたっぷり入ってます。また里芋には抵抗力を高める物質も入ってるんですよ。ぜひ日頃の食事に意識して取り入れてみてください。はい、以上私からは栄養のアドバイスをさせていただきました。皆さん元気でこのコロナ禍の中を生活を送ってください。ランチについて管理栄養士の村上先生に質問します。私は休校期間中に結構自分で料理をすることが多かったんですけど、結構料理をするときにメニューを考えるときになかなか自分が食べたいものとか作りたいものに偏っ
しまったので、こう栄養バランスが整っている普段のランチのメニューを考えるときに何かコツなどはありますか？はい、まずは、主食を考えます。でそれからおかずを考えて、でそのおかずがメインのおかずを考えるときに必ず野菜、どんな野菜をつけるか、あと料理するか、副菜の部分まで考えてメニューを立てます。はい、ありがとうございます。これも自分で料理をしてみて思ったんですけど、結構なんか何人か家族とかで料理を食べるときとか、あと自分で調理をするときに衛生面とかを保つときに何かポイントはありますか？とにかく食肉の生のお肉、あとお魚でも調理のしてないお魚ありますよね。そういったものを取り扱うときは普通の食材とは別の調理器具を使うっていうのが一番のポイントになります。はい、で、お家では殺菌っていう消毒過程っていうのはなかなかできないと思いますので、それは加熱しかないんですけど、野菜とか果物に関しては、よく洗うっていうことになります。はい、ありがとうございます。あと最後に聞きたいんですが、テストが、私たちも最後1学期のテストが期末だけになってしまったり、あと受験生の皆さんとかも結構テストがなかなか勉強できずに来てしまうんですが、何かやる気が出るメニューとか、こう心が落ち着く味付けとかありますか？やる気が出るのにはね、やっぱり日周リズムっていって、体の一日のリズムを整えることが大切なんですね。で必ず朝ごはんを決まった時間にしっかり食べるっていうことをすれば、体の調子も良くなりますし、栄養がいろいろ取れます。普段家にいると朝を抜かして昼ごはん、夜ごはんも重視になってしまうんですけども、そうすると取るべき栄養素もちょっと不足してしまうかなっていうことが考えられますので、あとしっかり家でもし食べようとすれば、カルシウムを豊富に含む乳製品、ヨーグルトだったり牛乳だったり、そういったものも取り入れて、気分を沈めるというか、落ち着かせる働きがあるので、カルシウムがね、そういうものをしっかり取るということも大切かなと思います。ありがとうございます。6月にランチの練習を行い、7月から本格的にランチが始まった1年生の2人にランチについてインタビューをしてみます。2人はもうランチは慣れてきましたか？短い期間ですが、ランチの中で何か印象的なメニュー、美味しかったメニューはありますか？私は今日食べた七夕メニューのチーズケーキがとっても濃厚で、ソースとの相性もとてもよく美味しかったので、印象に残っています。私は一番最初に食べたマーボーモスがとても美味しかったのが印象に残っています。ありがとうございます。ランチが始まって、こうなんか小学校の時と変わった点とかありますか？ランチの、この河川のランチ、いいなみたいな、おすすめしたいのがありますか？いろんな具材があるので、すごい、なんか、天食べとかそういうのじゃなくて、いろんな食べ物を食べたので、なんかすごい、給食、学校の給食、小学校の給食は少しのおかずしかなくて、あと家庭だと豊富なので、でもいいと思う。今日みたいにチーズケーキだったりとかは小学校ではなかったので、そこがいいところかなと思います。ありがとうございます。今後、ランチ食会やミニ学校説明会が再開したら、ぜひランチを食べに来てください。出ます。